ってもらうのは推定年齢15歳メスのベルーガでグレイが来てくれます。はい、グレイがこちらに来てくれました。はい、それではよろしくお願いします。はい、しっかりご挨拶できましたね。はい、はい、それでは上に戻ってもらって、はい、それでは続いてもう一度こちらに来てもらいます。今度こちらに来るのは推定年齢19歳メスのベルーガでターニャと言います。はい、ターニャもこちらに来てくれました。じゃあターニャもよろしくお願いします。はい、しっかりうなずいてご挨拶できましたね。はい、それではしっかりできたので戻ってもらって、それでは続いて最後、今度は推定年齢36歳オスのベルーガ、ホドイに来てもらいましょう。はい、ホドイ到着です。はい、ホドイ、実は挨拶できません。こちらに来るだけしかできないです。できましたね。はい、今日はこちらの3頭と一緒にベルーガの、はい、イベント頑張っていきたいと思います。現在の、はい、筒のとこまで切って、はい、どのように食べるか見てくださいね。はい、魚吸い込んで食べているの分かりますか？口元まで来て一瞬で口の中に入ってしまいますよね。わー、すごいな。はい、でもそのこの吸い込む前にこの魚舞い上がりましたよね。舞い上がって口元まで来たところを吸い込んで食べているんですが、今度もう一回ターニャが来てくれます。はい、ターニャ、これ今水を吹きかけて魚を舞い上がらせて口元まで来たところを吸い込んで食べるんです。これ食べたいだけ食べてていいです。なんでたまに空になっちゃうこともあるんですけどね。ベルーガたち、この口の周りに柔らかい筋肉がついています。そのため口をすぼめて私たちのように水を吹きかけることができるんです。なのでこの筒の中に水を勢いよく吹きかけて魚を舞い上がらせ、これ口元まで来たところを吸い込んで食べているんですね。この水を吹きかけるときに口が閉じたり開いたりしていることがよくわかると思います。実際この中に砂を入れることは難しいんですが、先ほど見たパネルの中で砂の中に勢いよく水を吹きかけ魚が驚いて出てきたところを捕まえて食べているんですね。はい、それでは最後グレイがもう一度来てくれるそうです。はい、それではこれ最後ですかね。ベルガたち、実際野生では砂の中に隠れた魚や岩の間に隠れた魚に勢いよく水を吹きかけ魚が驚いて出てきたところを捕まえて食べていながらこちらに降りてきます。はい、何回か挑戦しますのでだいたい場所を覚えてくださいね。はい、それではいきますよ。はい、綺麗なリンクを作って降りてきてくれましたね。はい、それではもう一度同じぐらいの場所に行きます。はい、皆さんカメラ大体構えてくださいね。はい、それでは行きますよ。
マイリンゴを作って降りてきてくれましたね。はい、綺麗なリングができたところで、今度はグレイ、こちらのアクリルに来てもらいたいと思います。はい、グレイアクリルに来てくれましたね。今は口からリンゴを作ったんですが、今度は鼻からリンゴを作っていきます。それではいきますよ、せーの、はい、はい、ちょっと崩れてしまいましたかね。もう一度いきましょう、はい、はい、今のリンゴ綺麗でしたよね。これ鼻からリンゴを作るの私たちエンジェルリングと呼んでいます。じゃあもう一回、今度は、はい、今度口からスクーリング、上から空気を吸って降りていきましょう。ちょっと失敗しましたね。はい、綺麗なリングできました。このようにベルが立ち、口の周りに柔らかい筋肉がついているため、このようなリングを作ることもとても得意なんです。はい、綺麗なリングができたところで、グレイには帰ってまいります、はい、こちらにはちょっと今ターニャが来てもらおうと思ったんですが、グレイに来てもらいましょう。はい、グレイが来てくれたところで、はい、それではイベントコーデ終了になります。それでは最後、胸びれを振ってお別れしましょう。はい、それでは最後までベルーガの好きな魚の食べ方お付き合いいただきありがとうございました。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお楽しみください。